こんばんは。今日のプログラムは、私の作品、そしてギドール、それから、ドゥプレ、それからメシアというふうに、交互に私の作品と、ヨーロッパの作品とが来ています。この、ヨーロッパの作品は私にとって技術的にまたは作曲上非常に、ある意味で手本としたというか先生にあたる、人たちの、作品です。で最初に今日、夏の思い出によるバリエーション、季節からこの初夏の今頃いいんではないかと選びました。そのバリエーションの前半はですね、非常に、バッハの、コラルプレリュードのような形でバリエーションして、後半はちょっと、現代曲っぽくなります。で半音階とか全音階を用いてちょっと、変わった感じになりますが、最後はまた普通の感じに戻ってきます。じゃあまずこの曲からお願いいたします。次はバッハのドリア調によるトッカータのフーガです。有名な、トッカータのフーガ二単調と同じ、まあ、二単調なんですが、調合なしに書いた波長調のような形で書いた二単調なんです。これはレからレからレからレまで始まる、ドリア戦法っていう、戦法なんですね。でこれはグリゴリオ聖歌の中で8つある戦法のうちの一つです。そしてこのドリア戦法というのは非常に瞑想的な、情感を持った曲なわけです。でこの曲も有名なトッカータとフーガの二単調と同じ調整なんですが、そのドリア調の雰囲気があって、つまりあまり激しくなるんですね。前奏トッカータの方は非常に、コンチェルトのようにさきれいに流れていきます。そしてフーガの方はおそらくバッハの書いたオルガンのフーガの中で一番、長い長大なフーガです。非常にゆっくりとした、テーマなんですが、それが時間をかけてゆっくりと大きく音楽が膨らんでいくっていう、非常に早朝なフーガです。この軽快なトッカータと早朝なフーガ、この対比がバッハのこの狙いのところだと思いますが、次これを演奏してみます。次に、典礼聖歌をテーマにした3つの作品です。この典礼聖歌っていうのはカトリックの教会でミサの中で、典礼の中で実際に歌われている曲です。で、まあ、私がかつてヨーロッパに旅行した時にですね、そのグレゴリオ聖歌だったんですが、それが、ミサが終わった後、イテミサイエス、デオグラティアスっていうそのグレゴリオ聖歌があるんですが、それをテーマにしたですね、オルガンが、あと副歌が綺麗になったんですね。で、あれを聴いてですね、やっぱりそのミサの中で歌ってる曲、それでもって構想があったり、あるいは前奏があったりしたら非常にいいんじゃないかと。まあ、そういう、意図も込めてですね、書きました。で、最初は幸せな人っていう、これ高田三郎さんの、作曲した詩編です。その次には、やっぱり高田三郎さんが作曲した「小さな人々」っていう曲です。だから3曲目はこれ荒垣さんという人が作曲しました「愛と慈しみのあるところ」っていうそういう、3つの曲です。最初がファンファーレ、第2曲目が、幻想曲、第3曲目が、フーガっていう形になっています。まあ、前奏と、まあ、中間部、そして、放送っていうふうな形で聴いていただくと思います。じゃあこれをお願いいたします。「一部の終わりは、フランスの19世紀の、フランス交響曲学科の、大会で、チャールズ・マリア・ビドルティストの、オルガンシンフォニーの第一楽章です。まあ、シンフォニーっていうからには1楽章、2楽章、3楽章、4楽章ところにあるわけです。全部演奏しちゃうと1曲だけで40分間ぐらいかかってしまうので、まあ、その中でですね、非常に私の好きな1楽章だけを今日、演奏しています。これ1曲だけでもかなりボリュームがあって、聞き応えのある曲です。テーマがですね、ごめんなさい、シューマンの、ピアノ曲の交響的練習曲っていうのがあります。それとちょっと似たような感じですね。テーマで出発します。でそれをちょっと変装するような形で、音楽が非常に軽やかにやったり力強くやったりあるいはゆったりしたりとかさまざまな、感じで展開していきます。じゃあ一部の終わりにこの「ビドールのシンフォニー」第一楽章を演奏します。